河津町の特産品であるみかんを遠く離れた北海道へと運ぶトライアル輸送が行われました。その名も飛べみかん。ドライバー不足が懸念される2024年問題を踏まえ、船と飛行機を活用した新たな物流体制の構築が狙いです。先週、河津町の共選場で出荷作業が行われていたのは、極早生品種のゆら早生みかん。皮には緑が残っていますが、高い糖度と程よい酸味が特徴です。今回、荷造りした、ゆら早生については、比較的そういう気候にも合っているということで、今、生産が増えているような状態です。こちらの共選場では、年間およそ500トンの柑橘類が出荷されていますが、出荷先は遠くても東京都。自慢のみかんをもっと遠方の人に食べてもらいたいと、今回行政や卸売事業者が協力しトライアル輸送を企画しました。みかんを乗せたトラックが向かった先は土肥港。トラックのままフェリーに乗ります。そしておよそ1時間後、700キロの極早生みかんを乗せたフェリーが河津町から駿河湾を渡って清水港へとやってきました。今回のトライアル輸送はトラック運転手の残業時間が規制される2024年問題に備えた取り組みでもあります。ドライバー不足が懸念される中、陸路だけではなくフェリーと空路を組み合わせた新たな道を切り開く考えです。こういうトライアル輸送っていうのは、なんかこれから先重要になってきそうですか？いや、それは確かに重要になると思いますよ。 なければね、困るような形になるんじゃないですか。一つ一つの段ボールに空輸用のステッカーを貼っていきます。長距離トラック輸送は一定以上の荷物がなければ輸送できないこともありますが、航空輸送は少量の場合でも輸送が可能です。駿河湾フェリー使うことで、その駿河湾フェリーに乗っている時間はドライバーさんも、休憩時間に入るということで、清水港スタートで物流が始まるというようなことができると思います。新たな販売先での認知度向上と販売促進を目指し、みかんを乗せた飛行機は北海道へと飛び立っていきました。